ティモレオンは古代ギリシアの都市国家コリントスの政治家であり、将軍。シチリアにあるシュラクサ祭を選手たちから解放したのみならず、カルタゴによる8万の大軍勢を立った5000の軍隊で打ち破って撤退させ、シチリア全土に平和をもたらした。その偉大な功績により、シチリア諸都市の真の建国者として称賛された。紀元前年頃、ティモレオンのティモパンスは、 コリントスのアクロポリスを占拠し、コリントスの選手となった。ティモレオンは兄の権力を頼んで支配権を得ることができたにも、かかわらず、コリントスに自由をもたらすことを選んだ。ティモパネスの暗殺を画策し、それを実行に移したのである。ただし、実の兄の殺害とあって、ティモレオンは自ら手を下すことはしなかった。こうしてコリントスは選手生から解放され、 民衆はティモレオンを愛国者として褒めたたえた。しかし、ティモレオンの母はティモパネスを殺した彼のことを神をも恐れぬ兄殺しと軽蔑し呪った。一部の市民にも兄殺しとして批判された。そのためにティモレオンは精神を病んでしまい、自殺を図ろうとするも失敗し、20年にも及ぶ長い隠居生活を送ることとなった。 紀元前431年頃のシチリア当時、シュラクサイはディオンが殺害され、ディオニュシオス2世が選手の座に復権していたが、シュラクサイはレオンティノイの選手、ヒケタスによって包囲攻撃されていた。しかし、ヒケタスは自由のためではなく、自らの支配欲求のために戦っていた。シュラクサイ人たちはコリントスへ施設を派遣し、 この選手同士の戦争から解放してくれる指導者を求めた。元はといえばシュラクサイはコリントスの植民地であり、コリントスはシュラクサイの頼みを断ることができなかった。そこで選ばれたのがティモレオンであった。指揮官に任命されたティモレオンは7隻の軍船と少数のコリントス重装不評700人の傭兵を連れてシチリア島を目指した。その三日前に、 ヒケタスは部分的にシュラクサイを支配することに成功しており、これを脅かされたくなかった。彼はカルタゴの三段海戦20隻と施設をティモーレオンに派遣した。施設はヒケタスの勝利によってもうすぐ戦争は終結する。その軍隊をコリントスへ帰還させていただきたい。ただ、もしよろしければ、ティモーレオンは助言者としてヒケタスと同盟を結んでほしいと。 ティモーレオンに伝えた。ティモーレオンはこれに同意せず、密かに軍船に乗って出発すると、タウロメニオンに上陸し、そこで艦隊を受けた。また、タウロメニオンの支配者から援助を受け、タウロメニオン市民軍の援軍を得ることができた。ティモーレオンのシュラック再戦における功績は、プルタルコスとシケリアのディオドロスの著作によって記録されているが、書かれている内容は一致していない。 以下の記述はディオドロスによるものである。ヒケタスは自らの領地、アドラノンに5000人の軍隊を派遣した。対するティモレオンは1000人にも満たない軍隊でアドラノンに更新していた。ティモレオンはアドラノンに到着するや、いなや、夕食中の敵軍に奇襲攻撃を決行し、300人以上の兵士を殺害し、約600人の兵士を捕虜にした。その直後に、 シュクサ祭に急いで更新し、今度は本拠に奇襲を仕掛けた。その結果、シュクサ祭の一部地域を奪取することに成功した。しかし、ヒケタスは未だに、シュクサ祭の一部を領有しており、降参することはしなかった。シュクサ祭は、ディオニュシオス2世紀の支配領域、ヒケタスの支配領域、そしてティモレオンの奪い取った領域と、3分割された。 ヒケタスと同盟を結んでいたカルタゴは、シチリアの港に150隻の三段階戦で押し寄せ、約5万の兵士を上陸させた。ティモレオンは、タウロメニオンからの援軍と、コリントスからの援軍によって、軍隊を増強した。カタニアの選手もティモレオンの味方となった。紀元前三、三百四十二年、ティモレオンは、オルティギアにこもっていた、ディオニュシオス世を説得し、 安全にコリントスまで亡命することを条件に降伏させた。何らかの理由によってカルタゴ軍は撤退し、孤立したヒケタスはティモレオンに対抗することはできず降伏した。こうしてティモレオンはシュラクサ祭全体を制圧することができた。シュラクサ祭の全権を手に入れたティモレオンはその復興に乗り出した。コリントスから移住者を募りディオクレスの方をもとに 民主制を確立した。選手制の象徴でもあった砦は破壊され、その場には正義に基づく民衆裁判所が建てられた。オリンピアンゼウスの新官を招いて長官に任命した。また、カルタゴに支配されている領地を攻め、カルタゴから解放していった。自らの領地を解放していくティモレオンにカルタゴは激怒した。また、ヒケタスは選手の座を諦めきれず、 カルタゴに再び、シュラクサイを攻めるよう要請した。この結果、カルタゴは、ハミルカルとハスバルドルを、指揮官に任命し、シチリアの西部リリバイオンに大軍を派遣した。リリバイオンに結集したカルタゴ軍は、シュラクサイ目指して、行軍を始めた。カルタゴ軍は、シュラクサイに向かうため、クリミソス側を渡かする必要があった。これをチャンスと見た、ティモレオンは、 コリントス軍とシュラクサイ軍から不評5000名と、騎兵1000名を連れて出撃した。シュラクサイからクリミソス川までは 200km 以上あり、到着に8日かかる。この間にティモレオン指揮下の1000名ほどの傭兵部隊が、恐怖のために逃げ出した。クリミソス川に到着したティモレオン軍は、都下地点がよく見える丘に布陣し、カルタゴ軍の到着を待った。 総勢8万にも及ぶカルタゴの大軍が現れ、クリミソス側の浅瀬から渡かを始めた。カルタゴ軍の1万の戦車、騎兵部隊が渡り終えた頃に、ティモレオンは、騎兵部隊に突撃命令を出した。ここに、クリミソス側の戦いが勃発した。ギリシア騎兵部隊は1万の戦車、騎兵部隊を要動し、カルタゴ戦車、騎兵部隊は追撃する、あまり遠くへ離脱してしまった。 無防備になったカルタゴ不評部隊に、ティモレオンは、重装不評部隊を突入させた。クリミソス川の浅瀬の幅は狭く、カルタゴは大軍を展開させることができなかったので、少数の軍隊でも対抗することができた。白兵戦では、ギリシア人の方が勇気と戦闘技術において勝っており、カルタゴ軍を圧倒した。次々と溶かしてくる、大量の兵士たちが、 カルタゴ軍を支えたが、天候悪化によってクリミソス川が荒れ始め、カルタゴ軍の士気は失墜した。そこに、ギリシア騎兵部隊に敗北したカルタゴ戦車、騎兵部隊が撤退するためになだれ込み、カルタゴ軍は大混乱に陥った。そのうちに、川の水かさも増し、激流となり、多くの渡河中のカルタゴ軍は溺れ死んだ。カルタゴ軍の精鋭部隊であった。 神殿部隊2500名のみが前線したが、最終的に皆殺しにされた。カルタゴ軍は配送を余儀なくされ、1万人が死に、1万5000人が捕虜として捕らえられた。カルタゴ軍の戦利品はあまりにも多かったため、すべて集めを得るのに3日かかったという。紀元前338年、カルタゴはシチリア島における領土をプラタニー勢に限定し、 シチリア島の選手たちを援助しないという条約に同意し、戦争は終結した。ティモレオンによって、シチリア諸都市がカルタゴという強大な国家から解放されたのである。壮絶なカルタゴ戦を制した後、選手を援助していたイタリアの実力者マメルクスを捕らえるなどし、ティモレオンは民主性確率に奔走した。復興にもさらに力を入れ。 選手時代のことを思い起こさせないように、要塞などもことごとく粉砕していった。選手性を打破し、カルタゴを駆逐して、平和をもたらした、ティモレオンの偉大な功績は、シチリア全土で称賛され、ティモレオンこそが、シチリア諸都市の真の建国者だと称されるようになった。その栄光により、ティモレオンは、選手にも勝る絶大な権力を得るようになった。しかし、 ティモレオンは自らが選手となることを良しとせず、シュラク祭における全権を早々に放棄し、政界を引退した。その後、一市民として、余生を、シュラク祭で過ごした。引退後も、彼の権威は失われることなく、彼の助言や意見は最も尊重された。死後、ティモレオンは、ティモレオンテウムと呼ばれる、体育場に、公費で埋葬され、シチリア全土の人々が、 葬儀にさんでした。ありがとうございます。